21アンバサダーのちひろです。今日はリトルミスコンテストに出場したティアラとシャスを紹介します。最後まで見てね。じゃじゃーん、今までにもらったティアラとシャッシュとワンダです。初めてリトルミスコンテストに参加したティアラを紹介します。これとこれです。名前のティアラはキラキラでたくさんがついててお気に入りで、こっちのティアラは可愛くてキラキラがいっぱいついてて好きです。次のティアラはホトコンでもらったティアラです。これです。カップケーキのティアラで自慢のティアラです。リトルミスコンテスト2020-2021でグランプリをもらった時のティアラを紹介します。これとこれと頭についてるのとワンダもあります。リトルミスコンテストでグランプリのティアラを紹介します。これです。これは花がいっぱいでとてもお気に入りで、ピンクが好きでもらったんです。リトルミスコンテストでグランプリのティアラを紹介します。これです。花があってピンクで、箱を開けた瞬間でわーと思っていました。次のティアラは頭についているこれです。ベストインスピーチでもらったティアラです。これはカラフルな宝石でかわいいでしょ。最後に皆様の応援でもらったティアラとシャッシュはこれです。皆様、応援ありがとうございました。